さっきまでエサコエサ聞いてました。はるちゃんとね、あの元ユナが出てたからちょっと見ちゃいました。ありがとう、待ってたよ、ありがとうございます。そう、思いも皆さんとお話できるの待ってた。そう、ななこさんの MC の安定感、めっちゃわかる、めっちゃわかる。ななこさん MC やってたら、あの絶対面白くなる。こんばんは。配信慣れましたか？え、慣れない慣れない慣れないよ。なんかさ、難しいよね。あ、サンデープラス見て、ありがとう、ありがとうございます。今日、そう、今日何、このなんだっけ、ジーンズのさ、つなぎみたいなやつ。なんだろう、なんていうの、そう、そういうオーバーオール、それ、そんな感じ、そんな感じ。でもオーバーオールじゃないんだよね、下ね、スカートみたいになって、そうなの。わー、かわいい、だって、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。そう、昨日もたくさん初見で来てくれる方多くて嬉しかった。あ、うわ、ライトつけるの忘れてた。待って、昨日の誰かと同じことしてる。ライトつけるの忘れてたじゃんね。え、帰れるか。え、待って、ライト付きのさ、スタンドにさ、今カメラセットしてんのにさ、ライトつけるの忘れた。意味なーい、なんの。ポンコツスタイルとか言わない。あ、ハート、ありがとうございます、ハート。そう、スタンドとか買ったの、なんかね、ショールームするのにね、やっぱ明るい方がいいじゃん、だから。あ、フォローしました、ありがとうございます。節電。え、ここで節電する、意味なくない。イエーイ、ありがとう。よし、そう、今回はさ、昨日ね、なんだ、テーマ決めてさ、2つ話したから、今日はコメント返しみたいな感じで、なんか皆さんとお話ししたいなと思ってつけた。だからぜひ、あ、キャッチフレーズやりますか。え、そうじゃんね、昨日キャッチフレーズやってない。そう、なんか今日初めて見てくださってる方もいらっしゃるからね。え、じゃあなんかさ、最後の方にあれするわ、キャッチフレーズするわ、キャッチフレーズやろう。そう、あのレクチャーしなきゃ、みんなに。何気に難しいね。2分おきにキャッチフレーズ多くない。え、今やる、どうしよう、どうしよう、なんかでも最後にやっちゃおうかな。私の好きな曲、好きな曲はあれ、マックス時315号。なんかそう、プロフィールにも書いてある気がする、メロディーがドストライク。そう、国歌、そうやね、国歌からね。定番曲、好き、やったね。信濃の国じゃなかった。信濃の国って通用するの長野県だけじゃない、長野県民だけじゃない。こんばんは、ありがとう。ん、今日の夜ご飯何食べたか。今日ね、焼きそば食べた。今日焼きそば食べたの。そう、なんか久しぶりに焼きそば食べたんだけどさ、美味しかった。えへへ、美味しかったよ。練習してた中で難しかった曲はね、そうだね、あれだ、あの世界の人へ、難しかった。なんかさ、表現系だから、表現系って難しいんだよね。
あ、カップじゃない焼きそばだよ。そう、そうそうそう、センターやらせていただいたのが余計にね、なんかやっぱオリジナルメンバーがの方が荻生香さんだったからさ、本当にすごい方のところをやらせていただいたから難しかった。今後挑戦してみたい曲、そうだな、王様とかやってみたい。なんかさ楽しそうだから、そう、なんか3期とかでもみんなでなんか楽しく踊ってみたいなって思ったあ、初見で来てくださってありがとうございます。3期生で自然渋滞、おお、かっこいいね、いいね、いいね、てて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 、あの三角形に歩かなきゃいけないからこんばんは。昨日山賊焼き食べた、いいな。ダンスナンバー好きだよ、え、ダンス好きなんだよね。こんばんは、初訪問の方が多くいてくれてる、ありがとうございます。ぜひ、あ、杉本萌えって言いますこんばんは、じゃ遊びに来たよ、ありがとう、またいつでも来てね。こんばんは、わー、こんばんは。なんとお呼びしたらいいですか、もっちゃんで。そうそう、もっちゃんのさイントネーションが、ちょちょちょ、もっちゃんの今日下に犬がいます、うなってますねそう、もっちゃんのイントネーション、もっちゃんだよ、もっちゃんだよもにアクセントそう、もっちゃん、もっちゃんじゃないよ、もっちゃんだからねそう、お腹の音かと思って、そう、下に今日も犬がいます、黒、そう、黒の犬、お腹が鳴ったのかと思ったそんな僕ほんで慣れしめせー、てかもう夜ご飯食べましたそう、もっちゃんだよねそう、こんばんは、あ、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、来てくれて、こんばんは、あ、配信待ってました、ありがとうございますそう、もっちゃんだからね。でもね、絶対私ね、そう、今後この未来、あのお腹鳴り鳴らしながら、爆音で鳴らしながらショールームする未来は見えてるだってめっちゃお腹鳴るもん私、もう本当にさ大丈夫、先輩たくさんいるオッケー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 、じゃあちょっと安心して鳴らします鳴らしますって何って感じだよね着てみたい衣装はね、なんかいろいろ着てみたいけど、なんかシャーベットピンクのさ、あのピンクの可愛い服装、可愛い服装じゃない、衣装可愛いなってずっと思ってる。あとはあの世界はどこまで青空なのかとか好きだね。絶対似合う、ありがとう。最近話した先輩、小越はるかさんとお話できました。なんか改めてっていうか、改めてこう、なんていうの、ちゃんと話したの初めてだったかも。あ、確かに世界の人への、そう、世界の人への衣装も可愛いよね村の話どうだろうね村民ですか、あれそう、勧誘されたかもしれん、あら村の職業、村の職業どうするどうするってなんだろうね何がいいかな、村で何しようか、あ、あれだ、
あの動物園でもやるかあの例のシマウマ引っ張り出してさあの勝手に村で動物園開くあのシマウマ連れてきたら無敵じゃないシマウマ引き連れてやっちゃう。あ、プリンの木の水やり水やり、あ、いいねシマウマ土の子じゃなかったはいはい、シマウマ、シマウマです、シマウマです、わかりました。皆さん、あの土の子とかさ、そんなんじゃない、もうあれはシマウマでしかないんだよ、そこよろしくねインパクト大だった？ね、恐怖動物園とか言わないで可愛い動物園って言って、毛虫とかもう違うよ、あれはシマウマです。ジャイマ動物園行ったことあるよ、ジャイマ動物園行ったこんばんは、ありがとう。あ、そっか、地上10センチ空いてるんだ、そうだそうだ、どうするか。あ、じゃあ分かった、あのシマウマに羽を生えさせればいいんだもう何の動物本当にさ、そっか、ペガサスになるのか本当にどうする、生誕 T シャツあのシマウマになったらどうする、しかも初めてのさ、記念すべき第1枚のあの生誕 T シャツあれになったら困るんだけど本当に、ね、グッズかねえ、来て街中歩く、マジで勇気ありすぎもう周りから見られまくる、あり、本当に、むしろ期待する、本当にってくれんの、本当にみんな本当意外と乗り気だよねそんなにいいの本当に元気女子高生です、元気女子高生です。あ、逆にね、逆におしゃれいや、おしゃれセンスどうなってんそうだよね、なんか担々麺 T シャツとかもあるもん。あ、キーホルダーね、あ、それなら可愛いんじゃない？え、何気にさ、あれ結構私自信あるんだけど、あのシマウマ可愛くない？あのシマウマ可愛い自信あるんだけど。でしょ？可愛いでしょ？可愛いよ絶対。かわいいよ。みんななんでそんな戸惑ってんの？え。リラックス方法、私のリラックス方法、音楽聴きながらストレッチするとか シマウマと言われないとシマウマに点々って見えないとか言わないよね圧かける、圧かけるよ体はそう柔らかい、あ、そう、柔軟得意って書いてあるんだけどね、柔軟得意なの、得意っていうのかな、なんか毎晩寝る前にあのストレッチする習慣はある。え、でしょ、素晴らしい習慣でしょ、めっちゃ大事、本当に。え、なんかね、睡眠の質良くなるよ。あ、そうそうそう、なんかね、え、なんかごめん、コメントにはなかったんだけど、あ、特に思い出し笑いそれちょっとまだ触れないでそう、なんかいつだっけな、いつだったかに、あの、もっちゃんってどこ、誰が考えた、どうやって考えたのみたいな、
もっちゃんっていうあだ名どうやって考えたのみたいなのをね聞かれたことがあったんだけど、その高校の友達につけてもらったんだよね。そうね、その高校の友達もしかしたら今見てくれてるかな。そうもっちゃんは杉本の杉本の杉もっちゃんじゃなくて萌えのもっちゃんから。見てるよきっと。見てるね。3期生で体硬いの誰か、え、わかんない、誰だっけ。あ、リリノとか硬かった気がするよね。あ、花江ちゃんも硬いか。なんかね、硬い人もいるよね。おしゃべりか、あ、ありがとうございます。待ってる待ってる待ってる。え、もうこんな感じになっちゃう。あ、グッドモーニングも楽しみにしております。あ、そうじゃん。そう、今日なんかさ、遅れなかったよね。朝届かなかったよね。なんでなんだろう。わかんない。ごめんなさい。本当に。ちゃんと送ったんだけどね。そうそうそう。なんか届かなかった。空の観察。そうそうそう。メールによくね。空の観察日記みたいに風に載せてることある。結構あることなのかな、届かないのって。寝坊したのかと思った。そんな夕方まで寝てないです。あ、まあ寝てる、寝てることない、ないないない。せめてせめてお昼まで。3期生の中での自分のセールスポイント、なんだろうね。身長高い。待って、とりあえずそれしかない人みたい。19日までに勇気が出れば会いに行きたい。おいで。いっぱいあるとか言ってくれんの？嬉しいじゃないですか。でも結構ね、なんか写真撮るときとかさ、ああそう、180じゃない、大嘘ついた、盛りまくった。166だよ。166で、180はさすがにない。うん、166なんだけどね。そう、なんか身長高いからって、あの、なんていうの、バレーボールとかバスケとかやってたって聞かれるんだけど、何にもやってません、そういう球技。え、球技は本当にできない、本当にできない。え、聞いて、だってさ、あのバスケしてたらさ、あのあれ、ネットのゴールあるじゃん、ゴールの下でパスもらって入れようと思ったら入んないもん。なんか上に、真上に上がって帰ってくんの。あ、おかえりみたいな。バスケットボールおかえりってなるんだよね。本当にね、無理なんですよ。こう見えてとてつもなく運動音痴。髪型はポニーテール以外するの？よくす、うん、ポニーテール以外もします。おしゃべり会ではね、ハーフアップとかツインテールとかした。運動苦手だよ。そう、あるあるだよね、高身長あるある。バレーボールやってたとかってよく聞かれるよね、バスケとか。そう、ヒール履いたら170、ほんとそれくらい。そう、なんか衣装とかでさ、かかと上がってる靴ってよく履かせてもらうんだけど。こんばんは、ありがとうございます。あ、そうそう、剣道、剣道、剣道は知った。好きなコンビニありますか？好きなコンビニありますか？
いやまあそこはね、あの推しカラーが被ってるファミマにしとく。え、でもなんかセブンのさ、あのさ、わかる？カップにいろいろお惣菜が入ってるあのシリーズみたいなの最近あるのわかる？あれめっちゃ好き。剣道はね、そう、剣道はね、中学校の3年間あの部活でやってた。ファミマのチャイム練習しよう。チャイム練習するの。剣道初段持ち、わすごい。あ、防具くちゃい、防具くちゃいよね。なんかさ、自分のやつ以外はさ、匂い慣れてないと臭いんだよね。あ、鶏肉の春雨サラダめっちゃ好き。わかる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 。2段も持ってたりするの。あ、すごい。ちょっと待って、皆さん、そう、ちょっと、あ、ごめん、なんか、え、ちょっとさ、報告したいの、報告したいの、報告したいの、いい？いい？行くよ、皆さん、行くよ、行くよ。今、ちょっと、用意周到なさ、あの、母親が持ってきてくれた。行くよ、行くよ、せーの、はい、はい、ついに、ついに手に入れました、やったーイエーイ、ほらみんなもう今日一番の喜びを感情にイエーイ。どうする、こんなさ、あの女子高生のさ、パチパチパチ、本当にパチパチでね。一気にね、やったー。そう、サーモン塩辛でここまでさ喜ぶさ女子高生のさアイドルいる？いないよ絶対。もうこれこそ希少価値のあるアイドルだよね、逆にね。お酒のおつまみ来た、はい、来ました。めちゃくちゃ美味しい、本当に。そう、期待して、そう、今日も探しまくった、あったそう、待ちに待ったサーモン塩辛、そう、ご飯何杯もいけるやつ、本当に。やっぱお酒のおつまみなのかな、正座して食べなきゃね。晩酌いっとく、一杯いっちゃいますか。いや未成年未成年ダメだよ。ご飯のお供、本当にお茶漬けにしても美味しいの。熟日行ってたら買おう、買おう、美味しいやつなんだね。そう、え、また食べるわ。なんか今日もうね、夕ご飯食べちゃってた、食べちゃったから、明日か明後日か食べて、え、その感想はちょっとメールに書いとくわ、食レポ風。食レポ風メール。日本酒に合うのよ。そうなの、ご飯一緒でなくなっちゃうの、最高だね。それも美味しいでしかないよね。そう、だから楽しみにメール待ってて。お弁当に運び、そうそう、うちね、よくね、高校からずっと言ってたんだけど、だから最近も言うんだけど、あのさ、お昼ご飯のさ、お弁当ってずるくない？なんかずるくないっていうか、あの一箱じゃさ足りないの。だからさ、2箱目さ、なんか食べ終わった後、いつも食べ終わった後は、今日は2箱、あと2箱いけるとか、今日は1箱いけるかなとかって言ってる。それがね、ご飯食べた後の 口癖だね。やっぱご飯に合うんだね。フードファイター。フードファイター系アイドル、アイドル忘れんないよ。それな、それな、それな、忘れない忘れない、一応これでもアイドル、アイドル頑張ろう。そう、わ、だるまさんありがとうございます。かわいいだるまさん、しかもちゃんと黄緑だ、かわいい、ありがとうございます。本当に長野と違ったことあった？新潟来て長野と違ったこと、海がある。なんかさ、あれなんだよね、海なし県の人ってあるあるなのかな、海見るとさ無条件でさワクワクしちゃわない？そう、なんか海見るとさ、あのなんかワクワクしちゃう。なんかね、昔とかね、海行きたすぎて
あの貝殻拾う夢とかずっと見てた、無限に見てた時代あった 貝殻拾いたくって止ま、しゃあなくて、そうね、諏訪湖のことは忘れちゃいけないね。諏訪湖も綺麗だよね いいよね、海。え、わかる？海の音ずっと聞いてられる。なんかさ、浄化される。わかる？なんか、ザー、さーみたいなのがもう心で、スワッて入ってきて、ふわってなって、浄化ってなる。なんだこの配信って感じだよね。ごめんなさい、この、初見で来てくれた方にとったらさ、何話してんだこいつってなるよね。でもわかるよね、わかるって、そう、共感が欲しい。海なし県の方のこの共感が欲しい。浄化のアクション手振り手振り 表現力バグ 表現力ね、この手振りは頑張るよ いい感じの表現、本当このスーって感じ 信濃川、そう、信濃川もね綺麗てかね、そう、大きい川ってあんまり見たことなかったから、本当になんか海かと思った最初 もう分かんないの、分かんないの、なんか水、大きい水たまりみたいなの見るさ、何、体勢ついてないからさ なんかたくさん水あったら、なんか海なの、川なの、湖なのみたいな そこから入るの、これは何ですかみたいな、よく聞く。なんかそう、地元周り農家ですか？そんな感じだね。あの、田んぼと畑に360度囲まれた感満載のお家みたいな感じ。本当に自然豊かなところで育ちました。はじめまして。ありがとう、来てくださって。え、田舎、そう、田舎だよ。田舎に住んでた。だからさ、こっち来た時にさ、めっちゃ都会やなと思って。都会の子っぽく見える、本当に 都会ガールになっちゃおう 今は都会だよね。松茸はよく食べてたの。松茸ね、秋とか食べてたかな。でも1シーズンに1回くらいかな、それくらいかも。そう、伊勢丹、そう、伊勢丹とかもは、ちょっとね、初めて見たのかな？見たことあるかもしれないけど、見てね、テンション上がった。あ、これが伊勢丹か。もう中にさ、とにかく何、高級なお店がいっぱいあって、なんかこんな格好で来てよかったのかなとかさ なんか伊勢丹とか入ると自分の格好を振り返るよね。大丈夫かなこれでみたいな もうちょっと高級なバッグ持った方がよかったかなとか 髪型みたいな 「NGT」ではのっぽな人かな。 NGT 合格した時率直にどうだったか。え、もう本当に嬉しかった。なんかずっとアイドルになりたいみたいなことを思ってたから、受かった瞬間はね、あ、本当に私これでアイドルになれるんだって、なんか夢心地ってこのことだみたいな。なんか夢見てるみたいですってよく使う言葉じゃん。それが本当に体感したって感じ。ガッツポーズ出たっけな 出たっけな、そこまで覚えてないわ。でも本当になんか心の中ではガッツポーズだったね。人生変わった、人生変わった、本当に。ペンライトありがとうございます。本当に可愛い、このペンライト。そう、新潟にようこそ。本当にありがとうございます。温かく受け入れてくださって、これから新潟県民みたいになれるように頑張ります。え、嘘、もう56分？早っ。出会えてよかったとか、嬉しすぎる。もう泣けそう ありがとうございます。こちらこそありがとうございます、本当に。そっか、開始25分だったから短いのか。いやね。じゃあ、あれだ、キャッチフレーズしなきゃ。そうじゃん、そうじゃん。そろそろキャッチフレーズしちゃいます？じゃあ。
いくね。じゃああれね、手拍子とかいきます。はい、皆さん手拍子お願いします。笑顔に萌え、身長に萌え、白いご飯が大好きな杉本萌え。はい、ありがとうございます。そう、皆さんにはこのタン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 っていう手拍子と、あの萌えっていうのを3回言ってほしいなって思う。これからぜひやるときあったらよろしくお願いします。はい、ということであと3分、やばい切れちゃうので壇上読みいきます。あ、間違えた、あ、間違えた。ちょっと待って、あれどこだどこだ、あれどこだ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 、あ、だだだだだだ、あ、だだだ。じゃあ今日も13位からいきます。ちょっと待ってね。 OK、 13位ヒーローさん、ありがとうございます。12位スイバラさん、ありがとうございます。11位ディヤマさん、ありがとうございます。10位マーさん、ありがとうございます。9位 ATU さん、ありがとうございます。8位エルトさんでいいのかな、ありがとうございます。7位カズさん、ありがとうございます。6位ユウキさん、ありがとうございます。5位七色のインコさん、ありがとうございます。4位リョウスケさん、ありがとうございます。3位トウゴさん、ありがとうございます。2位メープルナオくんさん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんです、ありがとうございます。はい、なんか今日は短かった悲しい。そう、高校生だから10時までなんだよね、配信ができるのが。そう、短いね、寂しい。楽しかった、ありがとうございます。私も楽しかった。もうさ、配信さ、私なんだろう、楽しむためにやってるみたいだよね。はい、そしたら本当に今日も今日とて、あのギフトも本当にいろいろありがとうございます。だるまさんが可愛いことに気づいたありがとうございます、本当にね。またね、明日もできたらね、できるようにしたいので、じゃあ最後最後まで見てくれた方、特別にスクショタイムスクショ可愛く撮ってくださいね。イエーイ、スクショして、またぜひぜひ明日できたらやるし、あとサーモンシアからサーモンシアからと一緒に、はい、ということでまたメールも送りますおやすみなさい、またね、ありがとうございました、またね、バイバイ、おやすみ、おやすみメールも送ります、バイバイ、ありがとう。